カーズクロスロードはピクサーアニメーションスタジオによるアメリカ合衆国のコンピューターアニメーションアドベンチャー映画全米で2017年6月16日日本で2017年7月15日公開ブライアン・フィーの初監督作品短編アニメーションルーが同時上映された本作は2006年公開のカーズ2011年公開の カーズ2に続くシリーズ3作目であり、ピクサーの長編映画としては、ファインディングドリーンに次ぎ、トイストーリーから数えて18作目となる。前作は、世界各国が主な舞台だったのに対し、本作では舞台をアメリカに戻し、ベテランレーサーとなったナイトニングマックイーンが、新世代ルーキーの登場やクラッシュ事故により、人生の岐路に立たされ、これまでの仲間や新たな相棒に支えられながら、 運命の決断を迫られるという全二作とは、打って代わり大人向けの内容となっている。なお、本作の現代は、カーズさんとナンバリングされており、これに合わせる形で、本作の関連商品は、カーズさんの名称で取り扱われることが多数ある。カーレース、ピストンカップで7回の優勝歴を誇る、大人気ベテランレーサーとなったライトニングマック,クイーン。 しかし2016年度シーズンのあるレースにて最新テクノロジーを駆使した新世代ルーキー・ジャクソン・ストームがマック・イーンを追い抜いて逆転優勝し彼の生意気な態度をいまいましく思ったマック・イーンはストームをライバル視するようになる。シーズン中のストームの連戦連勝によるマック・イーンの連戦連敗ストームに続く新世代レーサーの登場マック・イーンの友人ギャル・ウェザーズや ボビースビーフとブリックやアドレイなどを含む旧世代レーサーの引退や解雇など、マックイーンは世代交代に焦り始める。シーズン最終戦、残り40周を切ったところでマックイーンは2位につき、ストームを追いかけ、ピットイン、グイドのタイヤ交換の時間を省きトップにつくが、そこをピットアウトしたストームに追い越されてしまう。焦ったマックイーンは、いきなり速度を上げたせいで、 右後輪のタイヤがバーストしたことで制御不能状態になり壁に衝突そのまま激烈で衝撃的なクラッシュを起こしてしまう事故から4ヶ月後修理を終えたマック・イーンは馴染みの町ラジエーター・スプリングスで今後のことについて考えていた自身の師匠であり今は亡き住民ドッグハドソンがレーサーを引退する一員となったクラッシュ事故の映像を見て ガールフレンドのサリーに気持ちを語り、レーサーとして別の形でレースの仕方を見つけることを決意する。同日に自身のスポンサー、ラスティーズがレーサー育成施設、ラスティーズレーシングセンターを新設したことをラスティーとダスティーに知らされた。マック・イーンはルイジ、グイトと共にそこを訪れるが、スターリングという車にラスティーズが売却されたことが判明する。 マック・イーンは彼の任命でそこで働くクルーズ・ラミレスをトレーナーにつけた再生プロジェクトなる特訓を開始することとなる。しかしマック・イーンは特訓に退屈してシミュレーターを勝手に使って壊してしまいその様子を見ていたスターリングは彼の成果が上がらないことに難色を示しマック・イーンにレーサー引退を忠告してブランド商品の販売を提案する。 2017年シーズン初戦、フロリダ500で優勝できれば、レーサー引退を撤回、引退するときは、自分が決めることを条件にマック・イーンはそれを了承し、クルーズ、ルイジ、グイドと共に、フロリダ500まで特訓をしながらの旅に出る。マック・イーンはかつてレースが行われていた施設近くの、砂浜、ファイヤーボールビーチで特訓を開始するが、 砂地を走ったことのないクルーズが足を引っ張ってしまう。そこでは、砂地の走り方をクルーズに教えることに終始し、自身の練習にならなかった。移動中、レース場、サンダーホロースピードウェイの看板を見つけたマックイーンは、特訓のため、マスコミから逃れるために蘇生を隠して、そこを訪れるが、マックイーンとクルーズは行われていた、デモリションラービー、クレイジー8に 強制参加させられる。出場者たちの容赦ない攻撃に恐れていた二人がが、偶然にもクルーズが優勝してしまう。しかし、彼女が給水タンクローリーのドリッピーを勢いよく、すり抜け、その影響で、ドリッピーは、体勢を崩して転倒。中の水が漏れ出してしまい、その水がマックイーンに直撃し、彼の正体を隠していた泥が吹き飛び、 正体が会場内で丸見えになり、マック・イーンの存在がマスコミにバレる結果になってしまった。その後、サンダーホロースピードウェイから逃げる途中、マック・イーンは焦燥感から君はレーサーじゃなくトレーナーだから自分の気持ちがわからないと思わずクルーズに怒りをぶつける。するとクルーズは自身の過去をマック・イーンに打ち明ける。幼少期に テレビで見たマックイーンに憧れレーサーを夢見ていたが、レース上に自分は場違いだと考え、その夢を断念したのだと。クルーズは、マックイーンのトレーナーを辞め一人でラスティーズレーシングセンターに戻り、マックイーンはフロリダ500で自分が優勝する確率は1.2%だという、ナタリー・サートゥンからの報道を見て落ち込み、親友のメーターとテレビ電話を通して会話する。 メーターの提案でドックのかつての師匠スモーキーに会うこととなり、マック・イーンは彼が住むというトーマス・ビル・スピードウェイにクルーズを呼び戻して共に向かう。クルーズたちと共にトーマス・ビル・スピードウェイに到着したマック・イーンはそこでスモーキーら1950年代に活躍したピストンカップのレジェンドたちと出会い、彼らの話によりドックの過去と彼の真相を知る。 1950年代、レーサーとして活躍していたが、1954年シーズンの、あるレースで、クラッシュ事故を起こし世間から見捨てられたドックは、やむを得ずレーサーを引退した後、トーマスビルスピードウェイから、ラジエータースプリングスに移住する。その50年後、ドックはスモーキーに手紙を送るようになった。その手紙をスモーキーに見せてもらい、マックイーンは、 ドックの一番の幸せは、レーサーとして活躍することではなく、弟子である自分の成長を見守ることだということを知る。そして、スモーキーたちは、マック・イーンに、レースはスピードが全てではないことを教え、彼とスパーリングパートナーとして、クルーズも一緒に、トラクターの群れの中から抜け出す特訓や、暗闇をヘッドライトなしで走る特訓など、テクニック重視の様々な技を伝授しながら、 フロリダ500に向けて特訓を始める。フロリダ500開催当日、スモーキーたちに教わった新たな技を熟達したマック・イーンは、レース会場であるフロリダ・インターナショナル・スピードウェイに到着する。クルーズや、スモーキーたち、ラジエーター・スプリングスの住民たちの応援を受けながら、レースに励むマック・イーンだが、レース中に、 スターリングの命令で、クルーズがラスティーズレーシングセンターに戻るよう指示される。そんな彼女を見たマックイーンは、これまでの特訓で、レーサーではなく、トレーナーとして扱われてきたクルーズを思い出し、気の毒に感じ、第2ターンでの接触事故により、レースが一時中断している時間を利用して、自分の代わりに、彼女をレースに出場させる。はじめは躊躇していたクルーズも、 自分の夢を後押ししてくれるマック・イーンに感謝しながら、レースに出場し、彼の的確なアドバイスのおかげで、ストームに続く2位までにこぎ着く。最終ラップではクルーズが、ストームに壁に押し付けられて妨害されてしまうが、かつてドックも使っていた宙返りの技を使ってかわし、ストームを追い抜いてゴールを通過する。マック・イーンとクルーズは、フロリダ500で、見事優勝を果たした。 言葉が出ないと、ダレルカートリップ、ボブカトラス、ナタリー、そして観客は感動した。クルーズは、スターリングとの契約を解除、大石油会社、ダイナコの、テックスダイナコとスポンサー契約し、レーサーとして活躍していくことを決意する。マックイーンはレーサーを続けながら、彼女のクルーチーフ券トレーナーとして活躍していく、新たな道を切り開くことを決意。その車体は、 ドックと同じ青色に塗り替えられていた。エンドロール後、マックイーンからの電話に驚いたメーターが電話機を壊してしまうところで映画は幕を閉じる。旧世代レーサー2016年度シーズン中盤から新世代レーサーの出現により引退や解雇に追い込まれてしまう。ボディの両側に上からピストンカップ、バイトリーン、リボルティング、RPM、ニトロエード、オクタンゲイン、クラッチ、 エードのステッカーが貼ってあるのが特徴。新世代レーサー、空気力学をもとに作られた最新型のレースカー。タイヤ圧、ダウンホース、すべてがズバ抜けており、どのレースコースも最適なラインを走れるため、マックインたち旧世代レーサーよりも、速く走れる。ボディの両側に上から、ピストンカップ、コンバスター、カーボンサイバー、サイナージーのステッカーが貼ってある。ピットクルースポンサーと、 その関係者、マスコミファンスタッフピストンカップのレジェンドドックハドソンと共に1950年代に活躍したピストンカップの元レーサー及び関係者たち。ドックのことをハドと呼ぶ。レーサーを引退した現在は山奥にあるトーマスビルスピードウェイ付近に住んでいる。住民クレイジー8の出場者マック・イーンとクルーズが特訓のため訪れたサンダーホロースピードウェイで 週に一度行われるデモリションダービークレイジー8の出場者たち。いずれも車体がボロボロで歪み、汚れている。スタッフクレイジー8のファン訓練生、スタッフムーンメーターでも登場し、ナスカという宇宙センターがあった。トットマーカスはアラバマのディーゼルトン出身。2014年3月、ディズニーによって本作の制作が明かされた。2015年8月に行われた。 D23 エキスポ2015では公開日未定と発表されていたが2017年6月16日公開予定だったトイストーリー4の公開が1年後を倒しされることが決定し本作の公開日に差し替わった観客が応援したくなる主人公を描くためシンデレラをマック・イーンのモデルにしたという1作目でドク・ハドソンの声優を務めたポール・ニューマンが2008年に 高いしたため、2作目では、ドックも高いしたという設定で写真のみの登場となっていた。しかし本作では回想シーンなどでドックを再登場させるにあたり、1作目の音声収録時に録音されていたニューマンの未公開音声を使用した。ピクサーは長編映画を制作するたびに新技術を開発してきたが、本作ではクレイジー8のシーンに登場する。 泥の CG 化に挑戦。映画スタッフはオートミールを参考に試行錯誤を繰り返すことで、泥を CG でリアルに表現することに成功した。2016年11月21日にアメリカ版のティザー予告編が公開され、翌年1月5日にはクルーズ・ラミレスとジャクソン・ストームの新キャラクターが公開されたと同時に、この2台のキャスト、 オーウェン・ウィルソンの続投も公表された。日本では2017年2月7日に放題のカーズ・クロスロードと日本公開日が公表され、3月6日には片山右京と福沢明の実況が入った日本版の特報映像が公開された。5月12日から23日、ディズニーアニメーション映画では定番となった日本語版キャストを当てる。 ツイッターキャンペーンが実行され、6月6日には、この正解発表として、松岡真宙と藤森慎吾が日本語版キャストを務めることと、土田大、山口智光、戸田恵子の続投が同時に公表された。また、ディズニー史上初の試みで本作を実写化した、ディズニー公認のミニドラマ、ランナーズ、クロスロードが野村周平主演で制作され、 特設サイトで7月14日より配信開始となった。2017年6月16日に4256劇場で封切られ、初日で1950万ドル、3日で5350万ドルを記録したが、これは全2作のオープニング記録を下回る結果である。ランキングでは初登場1位、3位、5位、6位、8位を記録した。 2017年7月15日に全国公開され、初日2日間で動員数25万2000人、工業収入3億2000万円を記録した。ランキングでは初登場4位、5位、9位を記録した。日本版、エンドソング、エンジントラック9、10、11は日本版限定のボーナストラックである。アメリカではスコアが収録された、カーズ3も発売されたが、 日本では配信限定となった。エンドロールでは冒頭でライドが流れ終わった後、字幕版ではスコアのメドレーが日本語吹き替え版ではエンジンが流れる。2017年11月15日に先行デジタル配信が開始、同月22日にムービーネックスが発売。ノーマルのムービーネックス、ピクサー発の 4KUHD、トミカや レーシングキットなどのギフトをボックスに収納したギフトボックスの計算種類。ムービーネクストギフトボックスは3枚組 4KUHD は4枚組ボーナスコンテンツとして劇場公開時に同時上映されたルーや制作の舞台裏、未公開シーンなどが収録されている。2017年4月6日にワーナーブラザースインタラクティブエンターテイメント及び、 ディズニーコンシューマープロダクツがカーズ3ドリブン2ウィンを発表。開発はディズニーインフィニティを手掛けたアバランシュソフトウェア。海外ではプレイステーション3、プレイステーション4、XBOX360、XBOX1、n i n ン e n d o s w i t Wii U を対象に2017年6月13日に発売。日本ではカーズ3勝利への道のタイトルで プレイステーション4版及びニンテンドースイッチ版がワーナーブラザースホームエンターテイメントとして7月20日に発売。なお、日本でのディズニーゲームでワーナーブラザースホームエンターテイメントが発売元を担当するのは1988年から1992年にかけてウォルトディズニーピクチャーズ、タッチストーンピクチャーズ、 ハリウッドピクチャーズ作品でワーナーブラザースが配給を担当していた以来となる。本編後のストーリーとなっており、様々な車たちが世界レベルのレースに参加する内容となっている。プレイアブルキャラクター映画公開記念の実写版ミニドラマで本作を元にしたスピンオフ作品。日本公開前日の2017年7月14日、YouTube や特設サイトにて、 配信開始。なお、ディズニー共同制作のドラマは2005年放送の、星に願いを7条間で生まれた410万の、星以来12年ぶり。ありがとうございます。